僕らって何をどこまでやればいいのかっていうのをちゃんと実行を持っているのかどうかっていう、まずはメンバーの安全を考えるというのはどういうことなのかっていうのが今回私 BCP の鍵だと思っております。私何が一番重要かと言いますと、現場を迷わせない。リハの目ダイレクト、はい、始まりました。リハの目ダイレクトというので、このリハの目ダイレクトでは株式会社ジーンが運用しておりますマニュアル等に関しまして、まあ、そのマニュアルを、資料とともに説明するという動画になります。また、この資料の方は、PDF で、概要欄の方からダウンロードできるようにしておきますので、またぜひ事業所の運営にお役立ていただきたいとは思っているんですが、今日のお話は BCP。災害時 BCP。発動時の行動基準ということで BCP に関する、マニュアルを共有するんですけど、この BCP 作る時の基本コンセプトっていうのかね、考えなきゃいけないのは、僕らって何をどこまでやればいいのかっていうのをちゃんと実行を持っているのかどうかっていうことなんですよね。ぶっちゃけ言います、僕ら公務員じゃないんです。特に私は民間企業です。ただ民間企業であるにしろ、社会のインフラであると。で、そこの中で、例えば公務員だったら公僕ですから、労働基準法と関係ないですから、人事院と、なんでしょう、なんか人事の家の勘九郎みたいな名前のやつがね、ありますけど、公務員でしたら、それでね、公に対するしもべですから、きちんとこういう発災時に、対応しなければ、労働基準法関係なく、対応しなければならないんですが、民間企業はどこまでこの BCP 等で対応しなければならないのか、そして、まずはメンバーの安全を考えるというのはどういうことなのかっていうのが、今回私 BCP の鍵だと思っております。BCP 今回作るのにあたりまして、まずは自分の身の安全の確保。ね。ここでもあるんですけど、メンバー並びに利用者様の命を守るためのメンバーが先なんですね。まず、組織として、利用者様のお命はもちろん、ただスタッフの身の安全が確保されなければその次を想定することができないんですね。ですので、このような並びでメンバー並びに利用者様の命を守り安全の確保を務めると。東日本大震災の時、痛ましいことがたくさんございました。そこの中でやはり利用者様と一緒に亡くなられた方もたくさんいらっしゃいますね。そこに関しておそらく答えはないと思いますが、少なくとも、組織として、あなたに罪はないというところを、まずは明確に決めなければ、次のステージに移れないと思っております。はい。で、BCP に関しては、利用者様の命、身体の安全、健康を守るために最低に必要となる機能を維持するために今回はやりました。また、メンバーの生活維持のため、本社機能、事業の早期復旧に取り組むということで、こちらの方ね、また資料の方ね、概要欄の方からダウンロードしてもらえばいいと思うんですが、これは弊社のものになります。例えば訪問看護事業だと、LINE ワークスが生きていれば LINE ワークスね、使って、電話使って、災害ダイヤル使って、事業所の玄関にメモを置いてっていう形でだんだん、アナログになっていく。最後はインフラが破壊されたアナログが一番強いですから、そういった形で、現場のスタッフの安全を確認します。で、参集に関しては、参集のルール。ね、発災時にこういった役職の人、そしてこういった近くの人はもう少なくとも事業所の方に来てくださいという形を作っておきました。はい。ただおそらく今回の BCP に関しては弊社ではこれは、まずは地震を想定しているんですが、なかなかこの、特に私は東海地方でございますので大きい地震を経験したことが実はございません。そこの中でどういった形でできるのかは、まずはもう作ってマニュアルを私たち今、これ、何でしょう。BCP で言うと、ゼロ時対応なんですよね。ゼロ時なんですよね。要するに、普段からどういったことをやって、発災後に一時対応っていう形でやってきますから、今のゼロ時対応をどういうふうにやっていくのか、今ゼロ時対応できることっていうのは何かっていうと、マニュアルを整備して、そのマニュアルがどこにあるのか、手元にどういうふうにあるのか、そしてこれから、介護保険事業所、毎年1回の研修、BCP の研修、必要になってまいります。そういった中で、こういった BCP の、BCP マニュアルを、みんなできちんと確認して、そして発災時にスムーズに運営できるように、そういったことを考えていきたいと思いますね。これは、ちなみに営業時間外にね、起こった場合等も想定して作っております。はい。
まあ、あとは、まあ、これもね細かくすごくもうこれ説明するともう1時間あっても時間足りないです。ただ、まあ、こういった形で細かくどういった業務を行うのか、8歳6時間3日7日21日でどういった業務を行うのかということを、まあ、とりあえず伝えまして、電気の復旧は震度6の場合は3日で復旧を想定して、震度7の場合は7日で復旧想定という形で、ね、まあ、ただここに関しても、まあ、通所も同じようにねやってるんですが、皆さんにお伝えしたいのが、まあ、東日本大震災もそうですし、先日の北陸の地震でもそうですが、やはり極限状態になります。その時にやはりみんなでどのように助け合うことができるのか、それが何より大事なところなんですけど、まあ、あとはとにかく覚えておいてほしいのは、災害用伝言ダイヤルなんですよ。これが多分おそらくもう一番使えるというのか、どんな時でもつながるんで、こちらの方でまず身の安全をねお伝えいただきたいと思っております。はい、もう一つでございますが、これ BCP とはまた別に、弊社では、まあ、弊社訪問看護授業やってるんで、台風、東海地方台風多いんですね。雪はそう降ることはないんですけど、雪の時は楽なんですよ。なんでかって、みんなスタッドレス履いてませんから、積雪1センチあったら、もう訪問はもう雪が溶ける前に中止するしかないんですよね。で、ただ、台風、大雨洪水が結構多いんですね。まあ、そうなった時に、弊社ではこのような形で台風、大雨があった時には、これを基準に訪問するしないというものを決めております。はい。こういったマニュアルの整備等で私何が一番重要かと言いますと、現場を迷わせない、ね、いちいち台風が来た時にこっちの A 事業所では訪問して B 事業所では訪問しない、ね、もうね、後でこれは一体運用どうなってるんだっていう話にさせないことですね。現場の迷いが少なくなれば、その余ったリソースはどこに向けられるかっていうと、利用者さん、患者さんなんです。いち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 こういう運用レベルでこういった場合はどうしようって迷ってたら、その貴重な専門家の知識技術がそっち側にリソース取られちゃったらすごくもったいないんです。はい、またこのリハノメダイレクトでは様々な株式会社ジーンの、マニュアルの方を皆と共有していきたいと思いますので、またチャンネル登録よろしくお願いします。